でももう気になっちゃってるんだったら、その将来お子さんのこととかも今ちょっとお話にあったみたいなので、出してきた。見逃し三振よりは、振って三振のが絶対いいじゃないですか。はい、空振り三振。空振り三振のが絶対いい、はい、うん、当たる可能性があるわけだから、見逃したら絶対当たらないから、とりあえず振ってみたらと思いますけど。